横浜港未来21ヒューリック港未来コレットマーレコレットマーレは神奈川県横浜市中区の桜木町駅前にある複合商業施設2010年3月19日開業2017年5月16日より重症アーバン開発が当施設の運営を行っている2020年よりサミットストアやセリア神奈川県内最大級の無印良品のオープンを 含む大型リニューアルバージョンアップを行った。港未来地区に立地する複合ビル、ヒューリック港未来の核となる商業施設。ファッションテナントやレストラン、シネコン、フィットネスクラブ、医療モールなどが入居している。また、付近にはランドマークプラザやクイーンズスクエア横浜があり、動く歩道で連絡している。神奈川県内最大の座席数及び、 スクリーン数を有する巨大、シネマコンプレックスの横浜ブルク13、同じく神奈川県最大の店舗であるサミットストア及び無印良品などを各店舗としている。また、ワークマンの作業服を扱わない新業態1号店、ワークマン女子も出店している。横浜ブルク13とは、横浜市中区桜木町のヒューリック港未来内に、 ある映画館で、全身である特港未来のオープンに合わせて、開業した。オープン時点で、神奈川県最大の13スクリーン2483席を持つ。2016年7月1日には、IMAX デジタルシアターをシアター7に導入。運営は、東映グループのティジョイが行っているが、経営は、東急レクリエーション及び小畜と共同で行っている。 KK クレジットカードで様々な特典を受けることができる。近隣、証券内にあるショッピングセンターを一家に記す。ありがとうございます。